はい、こんにちは、えー。今日はですね、去年の12月に参りました、駒坂のですね、写真が出来上がってきましたので、これをね、ちょっとね、皆さんと共有しながら、えー、見ていこうかなと思っております。まずですね、えー、今回、えー、前して、えー、私が前にした時はですね、中に紺の のしめっていう、まあ、着物ですよねを着てたんですけれども今回ちょっと茶色にしてみましたそして黒の水衣もこんな風ないでたちになりまして、えー、それで、えーまあ、お坊さんですよね、えー、として出てきました。 舞台上、こんな風な形で、まさかのお話は前にもしましたけれども、自物堂お仏さんが置かれているべきところに、えー、そこにはですね、なぎなたであるとか、金の棒であるとかね、そういう風なのが置いてあると。おそのお説明をしてはるところです。でね、えー、前しての方はこの3枚で終わりなんですけど、ここ僕何してるかって言ったら、おやすみなさいですね。 おやすみあれや音奏つっておやすみなさいつっ,って消えるところです。えー、ちょっと眠そうな顔をしておりますけれども、後になります。後にですね、こう出てくるんですけれどもね、これね、顔が、あー、超、超霊べしみ。京都関西会の方ではですね、べしみをご紹介させてもらったんですけれども、実際今回本番では超霊べしみを使いました。 で、こう、頭の上にはですね、これタオルですね。まあ、日本手のビで言ってたんですけど、まあ、タオルの方がちょっとね、えー、ふわっとしますんで、タオルになりました。タオルをこう重ねまして、もこっとしております。なぎなたの先がね、これどっち向いてんやろうと思ってね、ちゃんと歯が下なのか、えー、上なのか、 あれ、ひっくり返ってんのかどうやろうみたいな感じでね、ものすごくこ,この時不安やったんですよね。えー、こんな感じで、えー、まず最初、熊坂の長藩がないなと思って出てきます。で、えー、ここでですね、あのー、後ろに本来ならばいると言いますか、えー、まあ、脳では一人だけと申しましたけれども、おこの熊坂の長藩、 の、チームですね。チーム熊坂、あ70人おりますんで、えー、そのものともにですね、気をつけろと。これから、えー、まあ、向かうんやけれども、気をつけていけというような感じで、こう、指示をしとるわけですな。朝礼べしみに、朝飯頭巾をかけまして、そしてですね、この、 という上着ですよね。これをね、えー、たすき掛け、後ろでね、こう、紐で持って蝶々結びにして、えー、たすき掛けにして、こう、ぐーっと上げてます。本来ならば、こう、手よりも長いものなんですけれども、それをぐーっと中に折り込んで入れているというふうな感じですね。松明をこう、投げてるシーンです。牛若丸がいる、宿ですね。えー、まあ、 正確に言いますと、吉次兄弟たちがいる宿ですよね。吉、え、次、ー、兄弟たちがいる宿に対して、こう、松明を投げ込んでですね、そして、えー、まず、うん、13人がですね、出ていくわけですよね。こういうふうなシーンです。で、えー、松明をこう投げてるシーンですので、えー、まあ、見てる方向も、こういうふうに、えー 手の先、松明がこうポーンとこう投げ込んでいかれるような感じのところを見ております。で、えー、ここね、ちょっとね、左手がね、ちょっとね、こう、キュッとなりすぎちゃったなぁと思って反省しているところなんですけれども、おー、ま、えー、牛若丸に、えー、バ,ババババッとこうですね、えー、やられていった味方たちをこう見ているシーンですよね。ここはですね、熊坂の長藩たる者がですね、えー 本来の力を見せたらですね、ギュッと相手をこう握り込んでですね、で、ボーンと捨てて、えーっていう風なことができるというようなことを示しているシーンです。で、えー、この後ね、実はこの後表紙を踏むわけですね。で、えー、ここはですね、まあまあ、熊坂出た、まあ、一番有名なシーンかもしれません。折妻堂。 こだてに取ってって言って、こう、扉をですね、こう、手に、ここに、ほんうん、今こう見えてませんけども、ここに扉があるというような、えー、手で、牛、え、若、ー、丸に接近していくというシーンです。この超恋弁士にね、目のこの光が、具合がね、いい感じなんですよね。手が僕ちっちゃいんですよ。 えー、男性の手にしてはかなりちっちゃいです。あのー、例えばゴルフのグローブで言ったら、もう男性の一番小さいやつ、ここの幅なんですけれども、このぐるりが21センチっていう大きさですんで、えー、かなり小さいんで、こう、ちょっとね、こういう時はね、なんか手の小ささがこう目立っちゃうなと思いながらやっております。 で、えー、そのお、近づいた先に、この牛若丸が行って、それを睨みつける感じなんですけれども、ね、これね、完、え、全、ー、改革の舞台の前の方に来ますと、さっきあった表、同じ表ですよね、もちろんお。がね、こんだけ暗くなっちゃうんですよね。で、暗くなると逆にこの目の光、もう少しアップ,アップにしましょうかね。目の光がね、こう、リアルに、えー、見えませんかね。なんかこう、 ギロッとした感じがね、いい感じに見えてると思います。この時はこんだけ明るいんですけれども、ここまで来るとちょっと暗くなると。おそんな感じですよね。次はですね、この、なぎなたを構えて、牛はかまると、おまあ、先にどっちが手を出すかみたいなところです。この時なんかは少し表がはっきりしてますから、こう顔がリアルに映ってくるわけですよね。で、えー、これで、こう、相手の間合いをつかんでいくと言いますか、間合いを詰めていくシーンです。 でね、これはね、えー、なぎなたがね、もうこう、動いてるんですけれども、飛ぶシーンなんですけれども、それの、肩をする直前ですね。この、いい感じですね。この表がこう、しっかりピントがあって、キリッとしてるんですけれども、ここが動いてるっていうね、えー、そういうシーンです。で、えー、いよいよもってですね、この、熊坂の長藩が、えー、 もう、切ら足、これ、実は切られてはるんですよね、もうすでに。切られてはって、えー、運の極めぞ胸になるって言って、こう、手を,手をこう大きく上げて、下の膝を打つシーンなんですけれども、もうすでにちょっと弱り始めてはります。で、えー、しかも、この後ですね、このなぎなたを捨てて、えー、まあ、 牛若丸と対決していきますので、そういうふうな意味でも、一つの分岐点といいますか、えー、熊坂がやられて、えー、最後の力をこれから振り絞ろうというシーンになります。で、この写真ね、僕ね、一番好きなんですけれどもね、なぎなた持ってませんよね。なぎなたをね、捨ててるんですわ。なぎなたを投げ捨てまして、そして、えー、両手、大手をこう広げてですね、えー、掴みかかるんですけれども、お 牛若丸がですね、ここにいると思って、ここにいると思ってね、こう、掴んだら、もうすでにいないんですよね。で、えー、ふっと見たらこっち側にいるわけですわ。で、ここからこう、ジャンプしてですね、えー、組みつこうとするんですけれども、この、なんとも言えん、この、えー、手はこっちを向いてるんですけれども、顔がこっち側に牛若丸に見ているというふうなあ、このシーンね、結構僕好きですね。だんだんともう、力がなくなってきて、 えー、まあ、足もこれ実際、あのー、ありますけれども、切られとるわけですよね。で、えー、もうちょっと、元気がなくなってきて、えー、最後の力を振り絞って、牛若を見ていくんですけれども、じ牛若はもう見えなくなって、いなくなっちゃうと。 熊坂の長藩、この松がね、乗っていって、この、この右の方にあります、えー、松の根、ね、っこのあたりに、もなく、死んで、埋められているというのを表現するんです。熊坂のこの顔ですよね。えー、最初の方のこの勢いのある顔からだいぶもう弱ってるのがなんか、あ分かってくるかなと思います。こういう風に、表って角度によって、見る、あの、見る角度によって違ってくるって言いますけれども、どうですかねあの、こうやって見てみるとわかりませんかねまだまだ勢いが。 表の勢いがこうガンガンにありますよね。さあ、これからやってやろうっていうね。えー、もう、目線もそうですし、力強さもあります。それがもう最後の、ここの切られたと後っていうのは、だいぶ、やっぱりちょっと、もうこの、表のこの違いみたいなものがよくわかるーシーンだと思います。で、最後は、 このお坊さんに、えー、弔いを願って、えー、そして帰っていくと、いうふうなのが、この熊坂の、えー、まあ、最後になります。 というふうに、今回はですね、えー、ちょっと熊坂の、今回来ました、装束であるとか、表、能面であるとかですね、そういうものを、せっかく写真が、あのー、上がってきましたので、それを皆さんと共有したいなと思います。僕もこうやって今、アップにしてね、ちょっと見たら、うん、すごいね、表の、この表情の変化っていうか、えー、能面っていうのは、よく僕らも言います、えー、こうやって曇らすって言って、ちょっとこう、なんて言いますかね。 えー、おでこの方を下に向けると悲しみがあって少しこう顎の方を上に上げると喜びかあの少し笑顔になるみたいなことを言うんですけれども今の見てもらったら分かるようにちやっぱ違いましたよねえー、まあよくする表は女の人の表でするんですけれどもこういう熊坂の表であってもやっぱりい勢いのある時とそのまあ 体がもう弱ってきて、疲れてきて、もう、この曲の終わりに近づいてきますと、表も少し変化していくっていうのはよく分かっていただけたらと思います。 えー、今回ですね、えー、この装束を着まして、熊坂を回していただきました。えー、また、えー、次回はですね、3月に5つを回せていただきますので、そのこういう風な、えー、コンテンツとしてもやってみようかなと思っております。えー、私のこのチャンネルの,のこと、それ以外のこともお話ししておりますけれども、よろしければグッドボタンとチャンネル登録をしていただきまして、えー、また次回の動画でお会いしたいと思います。